全国のお宅の皆さん、こんばんは。深夜の放送部のオタクでーす。コーディだよーん、コーディだよーん、コーディだよーん。はい、というわけで、どうですか、これ皆さん、2週間ぐらい考えて編み出した自己紹介でございます。寝らずに考えましたからね。そうですね。寝てないから今も噛みましたよ。そうですよ。努力が垣間見えたんじゃないでしょうか。垣間見えたんじゃないでしょうか。大きい時です。よろしくお願いします。はい。このチャンネルではですね、メインチャンネルで取り上げたこと。で、それをですね、はい、同じ内容なんですが、それをもっと深掘りしたりとか、違った内容でお届けするというね、二人のチャンネルになっております。よろしくお願いします。はい。はい、まあ実際はね、実写とかもやっていきたいんですけど、今コロナの影響でして。そうですね。できてないという。家でできることをしっかり考えて。そうそうそう。やりましょうということで、ね。はい。今自粛中ですもんね。そうですね。あれ、どうなんですか、活動は自粛しないんですか、先生。は何がですか。お前までそう言い出したら終わりやぞ俺。もう持たんって気持ちが。でもこっから成り上がるから、こっからですよ。だからそのよくいるじゃないですか、はい、ね、理想の話でお前だけが俺のことを信じててくれたとか、まあ、綺麗事ですよ。あ、そうなん、全員敵にしないと。そうね、家族、友人、うん、恋人、これ全員を遠のけないと。家族はしっかり敵になってますから、そこはクリアでございます。あとは何でしょう。あとはもう僕しかいないという状況ですか。じゃあそこが今言ったから。今クオールクリアです。おめでとうございます。成り上がります。ありがとうございます。成り上がります。さあ、いいですね。こっからスタートですよ、今日の企画なんですが、ちょっと発表していただいてよろしいですか。はい、はい、メインチャンネルでも取り上げてました、はい、嘘のようでガチで起きた話。お、嘘のようで起きたガチな話、はい、あ、これあれじゃないですか、もしかしてこう僕がリスナーさんに募集かけたやつじゃないですか。そうです、そうです、ですよね。そうです。ああ、なるほど。それを話すと、これじゃあ俺とタクにもあんじゃねえかっていう話で持ち込みました。確かにその時は僕はあんま言ってなかったですね。1個言ったぐらいで。だからタクがここで発表してなかったから、あ、じゃあこれはサブチャンネルでちょっと発表していただこうという感じで今日企画を持ってきました。ありますよ。あ、いいじゃないですか。嘘のようでガチな話。これはじゃあ先聞いときますけど、ガチなんですよね。あ、もうそれは趣旨は崩さないように。あ、じゃあそこだけはしっかりお願いいたします。それはいきますよ、はい、僕は蒸気でホットアイマスクあるじゃないですか、うん、はいはい、あれずっと口につけてた、うん、嘘つくなお前。2つあるんですけど、うん、これどっちも言っていいですか。2つ。あ、じゃあいいですよ。2ついいですか、うん、で1つ目が、うん、学生の頃、確か冬だったと思うんですけど、はい、高校生の頃に友達の中で麻雀流行ってたんですよ、はい、で麻雀ハマりすぎて、うん、もう合計2日間だから50時間ぐらい、うん、ぶっ続けて麻雀したんですよ、はい、ほうほうほう。結構麻雀打たれる方なら分かると思うんですけど、結構ザラにあるんですよ、24時間麻雀。あ、そうなん。あります、あります。でどこまで行けるかやろうぜみたいなノリもあったんですよね、うん、多分冬休みだったと思います、うん、ずっと、まあ、休憩は挟みましたよ、もちろん1時間ご飯食べたりとかありましたけど、うん、まあ、50時間ぐらい起きててやってたんですよ。そしたらもう途中で、うん、もう、あ、もう無理だったなってみんな、うん、もう打ってる途中ですよ。でもトン2曲とかじゃないかな。トン2曲、トン2曲はっきり言います。トン2曲、トン2曲、はい、もう半奏やってたんでまだトン2曲、トン2曲トン2曲で、うん、もう誰が言い出したか分かんないですけど、うん、もう無理じゃね、寝ようかってなって、もう無理や無理無理、あ、そんくらい、もうやめやめよっつって、もうこたつの中でバーンって横になってそのまま寝たんですよ、うんうん、で僕起きたんですよ。起きたらもう一人起きてたんですよ、うん、で、おーよみたいな、今何時って言ったら、まあ、夕方だったんですよ、うん、で、その後気づいた、その時は気づかなかったんですけど、うん、1日経ってたんですよ。いや、もういい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 、やっちゃったやっちゃったやっちゃった。いや、ガチっす。いやいやいや、もうガチです。嘘ついとるやんか。その時32時間ぐらい寝てました。いや、マジです、これよくないよ。日またいでんすもん。いや、よくないな。で、もっとまだあるんですよ、続きが、はいはい、その話をうちの母親にしたんですよ、帰って、うん、そしたらうちの母親が、うん、いや私も受験の前っすよ、うん、に麻雀同じようにやってたらしいんですよ。確かそのお正月だったらしいんですよ、はいはい、の年末年末、うん、31日大晦日集まって、うん、休みの人で、はい、やったらしいんですよ、うん、で24時間1日までやって、うん、言ったね、うん、そのぐーやって寝たら、うん、起きたら1月3日やったらしいんですよ。嘘つくなよもう。いや本当なんすね。もういいって。親子代々同じことしてんの。で親子やなーっつって、親子やなーっつって、でも嘘に固められた親子ってことやろ。マジやって。だから合ってるやん、嘘のようでガチな話。一日寝たって話ですよ。本当にガチだよな。でも僕喉カラッカラっすよ。だから、あ、そっかそっか、もうこたつの中ですから。うん、はあ、いや大変でしたよあれは。もう嘘やなマジだから。嘘やな、しんどかったです。これ1個、はいはい、
で、もう一個が、まあ、もう一個はこれちょっとね、まあ、なんかツイキャスかなんかで話したかもしれないですけど、うん、ちょっと被るとこあるんですけど、うん、あの僕父親いるんですけど、うん、もう離婚してるんですよ、はい、で離婚したのがだいぶ小さい頃で、もう小学校上がる前には親父いなかったみたいな感じなんですよ、うんうん、そっから僕親父の顔は写真でしか見たことなくて、うん、そっからその今何やってるかとか全然知らなかったんですよ、うん、それうちの母親もそうなんですよ、うん、何してるか分かんなくて、うん、である日、まあ、ねあれね中学校ぐらいですか、うん、親父と再会したんですよ。うそう再会することがあった。感動じゃないですか。そうでそれがどこで再会したか、うん、アニメートやったんですアニメートから親父が出てきた。見たくないな見たくないな。アニメートまあまあちょっとアニメートと言いましたけど、うんまあ、本当はねこれ分かんないと思うんでちょアニメートって言い方したんですけど、うん、あれマンダラケっていうとこなんですけど、あまあ一緒っすよね。ほぼ一緒っす。ほぼあのまあその経緯を話しますと、うん、あうち母親と僕ら子供3人いるんですけど、うんこの兄弟3人で出かけてたんですよ、うん、そしたら母親が急に「えっ?」って言い出して、でそのある男性のとこ近づいてって話してるんですよ、うん、でその男性っていうのが、うん、あのポニーテールしててポニーテールでひげ生やしたおっさんやったんですよ。うわしんど、はい、でこう話してて、うん、で誰や思って、うん、でその後母親に「え誰知り合い?」みたいな感じ聞いたら「うん、いやあんたの父親やで」って衝撃。うちの父親ポニーテールでマンダラケから出てくるのっていう。しんどいな、はい、っていう嘘の話ですよね。ガチですって。だからうちの父親ポニーテールなんですよ、はい、ノブシみたいなじゃあ次コーダイですか。はい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 、はい、コーディーだコーディーさん、はい、はい、嘘のでガチな話。もう一回だけ再度確認しますけど、うん、嘘ではないんですよね。嘘ではないです。はい、行きましょう。思い出すだけで怖いな。はい、もう言って、寝てる間に実験台にされた話もうお前しゃべんなよ寝てる間に実験台にされた話って完全に怖いです。仮面ライダー1号じゃないですか何ですか。あのですね、はい、まあ、僕の幼なじみの女性がいるんですけど、はい、まあ、その人は結構大家族で、それも本当か嘘かわからんもんねそれもなんか怪しくない。いや呪われるよ、はい、そんなこと言ってたら。幼なじみの女性がいると。幼なじみの女性がいて大家族 で、はい、でそれがもう成人してまでずっと仲良かったんですよね、はいはいはい、でじゃあその人、まあ、普通に家族ぐるみで僕仲良かったですから、うん、じゃあちょっと焼肉食べにおいでよって言われて、うん、じゃあ行くわっつって、まあ、普通に友達として行ったんですよ、うん、そしたら、まあ、大家族ですからその中学生の弟もいるわけですよね、はいはいはい、でその弟の友達も来てたんですよ。ほう。だからじゃあもうみんなで焼肉わーって食おうみたいな。でわははめちゃくちゃ楽しかったんですよ、はい、でじゃあもう時間も遅くなったしここで泊まっていきよ。いや俺どこで寝るんっつったら中学生の弟の部屋でその友達と3人で寝る。ああいやいや、うん、あ楽しそう楽しそうっつって、うん、でみんなお風呂入ってじゃあもうパジャマに着替えてその中学生の弟の部屋に行ったんですよ。で人生ゲームとかいろんな遊びして3人でね、うん、キャッ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 やってたんですよ。じゃあもうそろそろ寝よっかってなって僕は寝静まったんですよね。そうそう寝るなと思った時にあの股間のあたりがねスコッスコッってなってきますよ僕の。はぁスコッって、うん、スコッってなってきてあっなんですよ、うん、僕があっ、うん、ってなってうわ怖いなと思って、うん、ちょっと見たんですよ、うん、そしたらマジっすよ、うん、その中学生の弟の友達が僕の股間で遊んでるんです。いやマジちょっと怖くない。怖い怖い。なんかこう僕その夏やったから、うん、あのちょっとトランクスみたいなの履いて寝てたんですよ、うん、そしたら股の間からこうトランクスのね、うん、そっから手突っ込んで僕のおティンティンをツコッツコッてこう、うん、人差し指と親指でこう指パッチンスみたいな感じでツコッツコッてやってるんですよ、うん、あっってなるんですよ、うん、僕も怖いんすよ、はい、声を上げれんのよ、うん、うわ怖っ怖っ怖っってなって言おうと思うんやけど、うん、言おうと思ったってなんの俺がたらそれは違う。そういやそれはこれそれは嘘や。それはもうめちゃくちゃパニックでしたよ。で声出さなんていかんと思って。あでも僕はお何しとんのお前って言えなかった。優しさもあり恐怖でもある。そうなんかそこでバレてなんか気まずい関係にもなりたくなかったしさ、声出すことはできなかった、うん、でもこれは勇気振り絞って何か彼を傷つけないために何か言わないかんと思って。そうな、うん、でもう雪降り絞ってよ、うん、ってなりながらあーって言ったな。あ、ちょっと起きたみたいな感じ。そうそう、あーって。そしたらそいつがやった実験に成功したって言ったお前さ
はいはい、嘘ですよね。え、違う、この嘘じゃないです。マジです、マジです、マジです。 なんつったんすか。ああ、やった、実験に成功したって寝た。スコってです、スコって言いながら。でも嘘じゃないですか。いやいや、もうマジなんよ。じゃあ面白かった方のツイッターフォローしてください。はい、面白くなかったはツイッター解除で解除。減るぞ。はい、というわけで以上今日の動画でした。じゃあ、あれでした。